今日はですね、YBC ルバンカップ、えー、グループステージ第4節、えー、鹿島アントラーズ対セレッソ大阪の試合が行われまして、3対1で、えー、鹿島アントラーズが勝利いたしました。はい。えー、まず、えー、今日の試合いい、ね、最大のポイントは、まあ、ターンオーバーをした状態で、まあ、アウェイで、えー、勝つっていうところがね、えー、今日のタスクでしたから、 えー、そういった意味では、あまあ、完璧なあ、まあ、結果を出すことができたのかなというふうには思ってます。はい。マ、えーまあ、ルバンカップはね、これ以上負けてしまうと突破が厳しくなる中で、えーまあ、今ね、リーグ戦との過密日程もありますから、まあ、そういった中で、まあ、結果を求められるというところで、まあ、すごくね、難しい戦いではあったんですけれども、まあ、しっかりとアウェイで勝利して、えー、帰ってきてくれましたので、 目的をね、しっかりと果たすということができたと思います。はい。えー、まあただね、えー、まあ、厳しい見方で言うとですね、まあ、皆さんがね、この試合を見てどう思ったかはちょっとわからないんですけれども、個人的には、えー、やはり今日ね、チャンスをもらった選手、かなりね、多かったと思うんですが、まあ、そういった選手のね、パフォーマンスは物足りないところがあったかなというふうに思ってます。はい。 特に心配なのが、荒木選手と松村選手、染野選手、えー、この3人ですね。あの、昨年ね、まあ、この3人は非常にこう飛躍したと言いますか、期待以上のね、活躍をしてくれた3人なんですけれども、で、今年はね、まあ、さらに期待を持たれてしまうというのはね、まあ、プロとにとっては致し方ないことだと思うんですが、まあ、そういった中で、なかなかこう、パフォーマンスが上がってこないなというふうに思ってます。 えー、まあ、試合の中でね、まあ、消えてしまうことも多いですし、なかなか自分の良さをね、出し切れなかったりだとか、ああ、まあ、途中でチャンスをもらってもね、えー、試合に入れないっていうことがね、ここ最近続いてるなというふうに思ってまして、まあ、特に今日みたいなゲームはね、あのー、リーグ戦との過密日程の関係で、やっぱし収録のメンバーをね、休ませる、えー、 普段出てない選手がそこでアピールするっていうところではね、まあ、すごく大事な試合だったと思うんですけれども、もちろんね、この3人だけではないんですが、えー、普段出てない選手のパフォーマンスは、あもう足りなかったかなというふうに思ってます。やはりね、特にアタッカー陣は結果っていうのがね、こういう試合で求められると思いますし、えー、まあチャンスをもらった中で、まあ、数字で見せていくってことがね、すごく大事だと思うので、はい。で、まあ、 ディフェンスラインにね、目を向けるとね、まあ今日はブエノ選手とキム・ミンテ選手のセンターバックで、まあ左に小田選手、右に広瀬選手というところで、えー、まずセンターバック2枚、やはりね、えー、ビルドアップ、足元のところはね、やはりまだまだ厳しいなというふうに思いましたし、もちろんね、跳ね返すとか、 卓迫力というところではね、まあ、この2枚は非常にいいものがあるので、特にブエノ選手はねえ、今日3点目、まあ、頭でセットプレート押し込んでくれましたし、要所以上ね、フィジカルの強さを見せて、まあ、相手の攻撃をつの目をねえ、積んでましたから、あの非常にね、い,いところも、あのもちろん、えー、見せてくれたとは思うんですが、まあ、普段バイラー監督がリーグ戦でやっているようなサッカーは今日はなかなかできなかったなっていうのが、まあ、個人的な感想で、 えーまあ、小田選手にしても広瀬選手にしてもなかなかサイドからあもちろん、ね、起点は作ってたんですが、えーまあ、突破していくいいクロスを上げるというところは、ね、ちょっと数としては少なかったですし普段出ているサイドバックの選手と比べると、まあ、少し物足りなさというのが、まあ、あったのかなというふうに個人的には思っています。はいえーまあね、何しろ、まあ、勝つということがとにかく大事でしたから、まあ、結果に関してはもう最高な結果を得られたと思いますので えーまあ、ここからねどん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 こう競争をね激しくして、えーまあ、レギュラー陣を脅かすようなね活躍をできるようになってくると、まあ、チームとしてまた一段とね強くなれるかなというふうには思います。はいえーまあ、リーグ戦ルバンカップとカミス日程がまだ続きますので、まあ、一個一個ね大事に戦って。 まあ、勝利をね、積み上げていってほしいなと思います。また週末ね、すぐリーグ戦がありますので、またしっかりと応援したいなと思います。え今日はこのところで動画を終えたいと思います。